自分の奥さんが AV 女優だったことを知ったら、あなたはどうしますか？気にする人もいれば気にしない人もいるでしょう。今回紹介するのは、奥さんが AV 女優だったことが分かった一致のお悩み相談スレです。ラストにはまさかの衝撃の展開が、嫁が元 AV 女優だった件？これって離婚理由になる？俺って最低人間かな？はよ、外で口にしたら迷惑防止条例に引っかかるレベル、まさか自分の嫁がって感じ、今でも信じられない。なんで分かったんだよ。彼女の友達。嫁さんの体でしこった男がたくさんいると思えば優越感あるんじゃね？優越感？お前が俺の立場なら間違いなく死にたくなる。結婚前に元 AV 女優なら結婚しないって言ってあったなら離婚理由になる。なければ慰謝料払って離婚しろ。俺ならそんな理由で好きな女とは別れん。それはマジの話？慰謝料俺持ちかよ。これから一の嫁で抜くからはよ。問題は今はどうなのってこと？低層が守られているなら良いんじゃない？今まで信じてきたけどっていうか疑いもしなかったが、専業主婦だから、昼間どうしてるのか知らない。まあ逆に考えればアイドルや女優の端くれと結婚できて幸せと思っとけ。お前の嫁さんのファンだったキモオタ君も少なからずいるはずだ。言っておくが俺は AKB のメンバーであっても結婚はしてない。枕営業してるに決まってるからな。友達が嘘ついてる可能性は？作品を確認した。信じられないことにその中の一つは昔俺も見たことがあった。紹介してくれ。AV でどんなことしてたの？一番びっくりしたのは蓋穴だった。アナルなんて触ったことすらなかった。マジレッスッと、まずその AV を岐阜に見せてみろ。円満離婚できる可能性がある。真面目に質問したいんだが、それは法的に正しいアドバイスなの？法的に問題ない。岐阜の倫理観に訴えるだけのものだから。普通の親なら離婚理由になります。申し訳ございませんと慰謝料辞退するが、お前らに任せたとさじを投げられると嫁の出方次第で慰謝料払う側になる。法的に正しい裏付けが欲しいなら専門家に相談しろよ。ここは無責任落ちで行くにチャンネルだぞ。だから弁護士行けって。出てたのは付き合ってる時？前？子供はいる？前だと信じたい。体型も少し違ってるし。嫁にはまだ聞いてない。一生愛していけると思ってたのに、自分のこともわからなくなったよ。どう切り出せばいいか。そのことを教えた彼女の友達はクソだな。受け入れられないなら離婚しかないだろ。子供いるのか？子供はいない。ググったら色々出てくるな。ピルの服用で妊娠しにくくなるとか、公になれば社会的に不名誉をかぶる可能性があるとかで、相手の有責が一部認められるとかられないとか。少し希望が出てきたよ。まあ普通にショックだと思うわ。やっぱ見抜けないもんかね。想像だにしなかった。むしろ下ネタ系は嫌いな感じだった。面白い映画手に入れたんだ。で、嫁さんと一緒に鑑賞会したらいいじゃん。 IC レコーダー仕込んでおいて、そこでの言い訳内容次第で決めたらどう？そんな面倒くさいことしなくても直接聞くよ。レコーダーは用意する。その嫁さんとどこで知り合ったのかが気になるな。社会人サークル。素人系ではなくガチの AV 女優？そんなのとそもそも結婚するなんて、お前どんな仕事してるんだよ。とりあえずスペック。ガチの方、俺は研究職。彼女は初彼女だった。ってことは全身改造人間じゃね？初めてできた美人の彼女が AV か。奥さん中卒？高卒？体育大みたい。AV 女優になれるような美人でスタイル抜群でエロい嫁さんもらえたなんてめちゃくちゃ羨ましい。うんこ食わされてたようなのならなんだが。付き合い始めは幸せそのものだった。嫁さんは今何の仕事してるの？専業。これからの低層はどうでもいいよ。今は加工問題にしてる。離婚したいの？そっちに傾きかけてる。一応直接彼女に聞いてみてから最終決断しようと思うが。友人もなんでわざわざ教えたのかね。そいつが一番性格悪いクソだわ。俺は感謝してるよ。彼女は俺が世話してあげたこともあって、罪悪感からって言ってた。世話してあげたって具体的にどんなことしたの？就職。一の嫁は友人から恨まれてるんだね、きっと。正直に言うと、その友人とは関係を持ったことがあるんだ。それから彼女に対する風当たりは多少きつくなったかもしれん。お前クズじゃん。嫁いるのに他に手出してんのかよ。これで何の同情もできなくなったな。結婚前の AV は気持ちとしては理解できるがというレベルで正当事由とはならん。しかしお前の浮気は結婚後だから慰謝料対象だよ。これはマジ、嘘だと思うなら休み明けに弁護士会の無料相談にでも行ってきな。研究職なら友人も賢い連中ばかりだろうから弁護士になったような友人にでも聞いてみな。浮気の件は誰にも話さないよ。自分で慰謝料発生させるなんて馬鹿げてる。魔が差しただけ。別にその友達が好きなわけではない。俺は彼女にとって ATM だったのかな？そんな風には思えなかったんだ。浮気野郎は1でしたってオチか。街でナンパされました。儲かる仕事を紹介されました。性にも興味ありました。
たんまり稼ぎました。セックスはやりすぎて興味なくなりました。いい男派遣。結婚。そして友人はネトリクズ。浮気ってレベルじゃないよ。友人も俺にはそういう感情持ってない。じゃあ AV も男優に気があったわけじゃないからいいじゃん。すべて解決したな。おめでとう。じゃあセックスはしてないの？どこまでしたんだ？結婚前。嫁さんと付き合ってた期間？付き合っていた。それは素直に悪かったと思ってる。一はいろいろと大変だな。総じて自業自得もありそうだが。とりあえずなんで隠してたのかは知りたい。今開花で掃除してるから後で聞いてみる。その時はこのスレに誰かいたら相談に乗ってくれ。こいつイカれてやがる。どこがだよ？俺間違ったこと言ってるか？友人と関係を持った時婚約してたの？いやしてない。自分が嫁と付き合ってた期間に友人と浮気しといて出会う前の AV 出演に文句を言う。自分は友人に気がなかったとわけのわからんことを言うけど、嫁も AV 男優に気がないだろうと言われると AV は違うという。まとめるとそういうこと。俺をクズだと思う奴がいてもいいけど、浮気と AV 出演はレベルの違う話だってこと。そもそも浮気っていうようなものでもない。関係持ったのも2回だけ、お互い恋愛感情はない。婚前だから今回の AV の件とは直接関係ないが、最後までやっといて、やった方が浮気ではないっていう権利はないと思うぞ。やられた奥さんが浮気されたと思えば浮気だろ。それはその通りだと思う。嫁に女優のことで離婚するならお前も過去の浮気のこと話せよ。そしたら多分離婚できるよ。そこまでバカ正直ではない。卑怯なんだね。それを言い出したら民事に関わる。弁護士はみんな卑怯だということになるよね。俺の嫁もとおにゃんこクラブだった。結婚してから知ったよ。時間とお金はかかるかもしれないけど離婚できるよ。了解。明日弁護士事務所行ってくる。明日も開いてる事務所は CM やってるような過払い請求やとマッチポンプ屋ばかりだぞ。早く嫁と追い詰めて結果うぷ。というかガチ AV 女優だったのに、男友達とかも含めて気づかないって設定、おかしくないか？そこまで有名じゃないぞ。それに前述したけど体型や髪型が変わっていて、一目で気づく人は少ないと思う。なんかすげえな。結婚してたら情があるから過去のことで離婚しようとは思わねえわ。さすがに変態プレイ要求されたらドン引きするけどな。嫁ともや印1に嫁が AV に出演したことを白状。嫁ともや印嫁に1と浮気したことを白状。そして明日は同じ弁護士事務所で、という展開期待。脅すんじゃねえよ。似た者同士仲良くすればええやんか。さっき嫁がリビングで甘えてきた。自分の部屋に戻ってきてから泣いた。今まで彼女を愛してたことは事実なんだ。やっぱり先に嫁に問いただすことにする。1と嫁の馴れ初めは？友達と関係を持った流れも詳しく。嫁とはサークルで出会った。もともと嫁の友人と仲が良かったんだ。次第に嫁とも打ち解けて、結果嫁から告白された。まあモテない俺は即 OK。付き合ってると当然のように喧嘩する。その友人に相談してたら俺に同情してくれた。あとは成り行き。岐阜に AV 女優だったことバラすのは嫁がかわいそすぎるよ。嫁、一生恨むだろうな。どこがだよ。彼女と喧嘩してその友達に相談するする点と、成り行きで彼女の友達とセックスする点。AV の件はショックだったとは思うが、そんな奴だから AV 女優やるような女しか寄ってこないんじゃね？その点は素直に悪かったと思ってる。まだ嫁に問いただしてないの？さっき話し合ってきた。俺にその嫁譲ってくれ。絶対一より幸せにさせてやる。いや俺に。いや俺が。意外にサバサバしてたわ。あのさ、ひょっとして過去にやんちゃしたことある？やんちゃ？うん、その、ビデオ関係とか。まあ昔のことだし。そうだね。ヘタレで何も言えなかった。でも別れる決心がついたよ。そんだけ？だいぶ省略してるよ。その後いろいろ話したけど大して実りはねえな。一気に冷めたわ。俺との関係ってそんなもんだったのかって感じ。もう別れずにそのまま一生添い遂げたらいいんじゃね？どういうロジックでその結論になるの？普通に別れるよ。いやいやいや俺なら耐えられんわ。一秒たりとも一緒にいられない。好きだから余計訳がわからん状態になる自信あるわ。子供いないなら幸いだよ。さっさと別れろって。一生付きまとうんだぜ。無理だよ。共感してくれてありがとう。なるべく早く別れるよ。金のためにやった嫁のとセックスしたいから不倫した1なら嫁を応援する。これ。今いろいろ思うところはあるだろうけど最後に AV 女優になった理由くらいは聞いてやってもいいんじゃね。もしかすると AV 女優にならざるを得なかったかもしれないし、ただ金と快感が欲しかっただけかもしれない。その他は影の至りだと言い訳するかもしれない。いずれにせよ離婚するんだろうから話くらい聞けばいい。部分的には聞いた。街中でスカウトされたらしい。M なので林間願望があったんだとよ。それを平然と言ってのけるんだよ。一だって金がもらえて複数の女とハーレムプレイできるって言われたらやるだろ。ちょっと映像が世の中に出回っちゃうけど。
1億積まれても AV 男優はしない。裏社会と繋がってる AV やパチンコは論外。俺的には2穴がきつかった。こんなん誰でも離婚するわ。嫁の仕事は認めないけど自分の性欲は問題ないって考え方自体は問題ない。嫌だと思った方が別れたいと思ってるだけなんだから。ただそこに最初から愛があったのかどうかだけが疑問。そうですね。ただ愛は万能でしょうか？全てを超えられるものでしょうか？一としては嫁が泣いて離婚したくないって言ってくれれば考えたのか？そうかもしれない。本当は未練たらたらなんだよ。あの態度がショックだった俺はただの ATM だったのかって。やっと本音が出たね。そう、彼女を愛してるんだ。こればかりは自分に嘘つけない。最高の嫁なんだ。だんだん息が可愛らしく思えてきたぞ。嫁のどんなところが最高？サバサバしてるのに、とにかく純真、動物みたい。だけど他人への思いやりは忘れない。ものすごく頭が回る。なかなか最高だな。まあなるようになるだろ。おやすみ。許して受け入れたかったのに、嫁の態度は、ってことなのか。世の中で嫌われる自覚くらいあるだろうし、そうやって保ってんじゃないか。知らんけど、人間ってそんな感じだと思う。飼い猫と寝てる嫁見てきた。こいつと別れる勇気がなくなってきた。猫もセットだしな。男は情が深いもんだからな。そんなもんだと思うし、じっくりお考えになればよいよ。みんないろいろありがとう。また明日嫁と話し合ってみるよ。寝ることにします。ゆっくり休んで元気出してな。本当の気持ちを話せるといいね。おやすみ。理由がどうあれ風俗とか AV の関係者と結婚とか論外だわ。生理的に無理。報告します。紆余曲折ありましたが彼女と共に歩んでいくことになりました。アドバイスいただきありがとうございました。は？話し合いの内容かけよ。やりとりは壮烈を極めた。頭と心の整理が必要。紆余曲折ありすぎだろ。すれ立てした位置は AV 嫁の方みたいに思える。バレたか。マジ？元 AV 女優なの？現役だ。もうすぐ結婚する。めっちゃ釣られたんだが。男のふりするの難しすぎわろた。いや、すごかった。理論武装かなかったよ。高校中退だから大変だった。高校中退であれかよ。すげえ、結婚おめ、相手は理解ある人なの？心配してるんだ、まだ話してないから。出演本数が多かったり、無修正中出し作品や、すでに X ビデオ入部されてるとか、自分の友人家族知人の誰かが知ってるなら隠せないだろ。あと、美人ならなおさらだろ。現役かよ、旦那とのセックスだけで満足できないだろ。旦那かいそう。満足できるよ。男優さんは優しいけど彼とは全然違う。彼のお母さんが教育ママみたいな人で私のこと嫌ってるんだ。好かれようと努力したけどダメだった。彼もお母さんの味方するときあるし。辛辣な状況だね。嫁姑問題は水商売関係なしによくあることだからな。なんとも言えん。俺も釣られてたわ、おめっとさん。後からバレると大変だからこれから長く連れ添っていくなら最初に言っといた方が楽だと思う。自分から話す分にはソフトな言い回しもできるしね。やっぱりそう思う？彼潔癖なところあるから捨てられそうで怖いんだ。彼のお母さんと仲が悪いのは本当ね。家族に元 AV 女優がいる俺が本音を言ってやろう。マジで死ね。本気で事故って死んでくれないかと日々思ってる。女優さんって寂しがり屋が多いんだ。メンヘラが多いのもそう。隠し通すのか。それしかないかもな。とりあえずおめでとう。ありがとう。グラビアやってたとは言うつもり。そのグラビア見せてくれって言うだろ。実際グラビアもやってた。名前は違うけど。いくら真面目に AV をやってるからって恥ずべきことをしているわけですよ。テレビに出るにしても自分のことを恥ずかしい人とわきまえて出なきゃいけないと思う。それが社会の味方だから。そこは勘違いしちゃいけないところだと思う。社会に対して大威張りできる仕事じゃないんだよ。それは女として忘れないでほしいな。エロの商売に羞恥を感じないのはおかしい。私は綺麗でも可愛くもないアラサーのムチムチした腕底ないの女です。私は AV に出るからには中途半端な真似はしません。覚悟を持って出演しています。出来損ないの娘のやっとできる小さな親孝行なんだ。まあ AV だから親不孝なんだけどね。苦笑。そして AV に出ると決めた日に結婚も出産も諦めました。結婚は相手の親族にも重いものを背負わせるから出演した時点で結婚するつもりはない。だから私に本気で惚れる男は即振るわ。彼がお母さんの味方をするときってどういうとき？私喫煙者なんだけど、彼のお母さんにしつこくやめろって言われてる。彼はお母さんはお前の健康を考えてるんだよって。
一と付き合う前に AV に出てた嫁、付き合ってから彼女の友達と寝た一、自分のことを棚に上げて嫁を責める一、叩かれても絶対に他人の意見を受け入れない一。じゃあなぜスレを立てた？彼潔癖なんだ。結婚後にバレたらどうなるんだろうって最悪のこと想像してたら。そりゃ子供産むんだったらタバコはなしだろ。一の健康のためにもな。肺胞は壊れたら再生しないらしいぞ。どんどん壊れていって肺がんになってしまったらがんが全身転移してもおかしくない。そうだね。禁煙外来に行ってみる。まさか一が AV 嫁だったなんて。盛大に釣られたわ。夜中にヤクザの資金源云々でレスしてたのは完全に無駄だった。トリマ、おめでとう。まだ嫁じゃないけどね。ありがとう。昨日からロムってたが、まさかの展開でびっくり。旦那がマジで研究職なら、最初から話しておけよ。研究職の世界はいろいろ面倒が多いからさ。そうなんだね。私のせいで彼に迷惑かけたくない。でも今は卑怯な私でいたい。怖い。でも AV のことがバレずに乗り切ったら乗り切ったで別の問題起こしそうだ。AV 出演するくらいだからセックスの敷居が低いだろ。羞恥心どころか見られたいとか、やっぱり普通の人との結婚は難しいんじゃないのか。私の場合見られたいとは思ってない。現場も臭いしあまり好きじゃない。でも中学生くらいから敏感されたい願望がずっとあった。変に思われるかもしれないけど性欲はあまりないんだ。何か承認欲求が強いから多くの人に求められることで安心できたんだ。するときは男の人みんな優しいし。わからんでもない。肉体じゃなく脳内を犯されたいような感覚かもね。そういうのは妄想力が必要だから頭のいい子なんだろうね。犯されたい気持ちはなくて、私のことを必要としてくれる人の存在を感じたかった。メンヘラだよね。こういう身勝手さってなんだろうな。一も隠し事しながら心身ともに健康でいられるわけがないし、彼氏がかわいそうすぎる。友達ルートで完全にバレるな。結婚式で高校とかの友人関連呼ぶのは危険すぎ。結婚おめでとう。いかがでしたか？まさかの展開にびっくりでしたね。幸せになってほしいものです。今回の動画は以上です。このチャンネルでは今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。